こんにちは、桃太郎ファームです。今回は桃太郎ファームの定期便サービスについて、お申し込みから発送までの流れを紹介いたします。タイムテーブルはこちらです。特に2、商品のサイズ、数量の入力では、実際に入力する様子をお見せいたしますので、ぜひご覧ください。まず桃太郎ファームの定期便の概要です。毎月1回冷凍ラットマウスをお届けするサービスになります。2023年4月時点で5000円、1万円、1万5000円の3コースがあります。それぞれのコースの金額内でご希望のラットマウスのサイズ、数量を選択可能です。続いて定期便のメリットです。1つ目に商品の単品価格と送料が安くなります。定期便で注文する商品は通常の商品より価格が安くなっています。また1万円コースと1万5000円コースは送料もお得になります。例としてコースごとの送料、 SSS ラット、アダルト L マウスの価格の違いを表で示します。通常時と5000円コースでは送料は1500円になりますが、1万円コースでは1000円、1万5000円コースでは送料無料となっております。また SSS ラット1匹あたりの価格も5000円コースでは9円、1万円コースでは97円、1万5000円コースでは121円分お安くなっております。マウスは通常時は10匹1セットでしか販売しておりませんが、定期便では1匹単位でご購入可能となっております。さらにラットと同様に通常時よりお得な値段でお求めいただけます。2つ目のメリットとして、毎月注文する手間が省けます。先月の注文内容が保持されるため、毎月注文する手間が省け、注文忘れによる餌切れの心配もなくなります。続いて定期便の流れについてご説明いたします。まず桃太郎ファームのホームページより、お客様のご希望の金額の定期便をお申し込みください。翌日に定期便注文書の URL を記載したメールを送信いたします。申し込みの翌日が木曜日、日曜日またはイベント出店日の場合は翌々日にメールを送信いたします。桃太郎ファームからのメールが受け取れるようにメールの受信設定をお願いいたします。続いて届いたメールから定期便のサイズ、数量を入力する手順をお見せいたします。こちらはお客様が定期便をお申し込み後、桃太郎ファームからお送りするメールです。メール文面中のサイズと数を決めるボタンを押すことで定期便注文書画面に移動します。定期便の注文は Google スプレッドシートで行っていただきます。一番上にあるのは注文変更締め切り日です。こちらの日付までに注文内容や受け取り希望日のご入力をお願いいたします。初回の注文時はメール送信の3日後の日付を設定させていただいております。続いて受け取り希望日の欄になります。商品を受け取りたい日付にチェックをお願いいたします。さらに時間帯の指定もされる場合は右側のリストから選択してください。続いて商品のサイズ、数量を入力していきます。ピンクラットが10匹欲しい場合は数量の欄に10を入力してください。すると上部の合計欄に合計金額が反映されます。定期便のコースの金額範囲に収まるようにサイズ、数量を入力してください。合計欄の下に OK や NG と表示されます。 NG の場合は商品の発送が行われないので数量の調整をお願いします。合計金額が上限を少し上回る場合でも〇〇円分はサービスいたしますと表示されている場合は商品を発送いたしますのでご安心ください。定期便をスキップしたい場合やその他に記載事項があれば備考欄にご入力をお願いいたします。定期便注文書の入力方法の説明は以上になります。お客様の入力内容を確認後、ご指定の希望日時間帯に到着するように商品を発送いたします。最後に来月以降の流れについてです。発送完了後、定期便注文書の注文変更締め切り日が1ヶ月後に変更されます。次回の注文変更締め切り日の1週間前に締め切り日が近づいたことをお知らせするメールを自動送信いたしますので、サイズ、
数量の変更や受け取り希望日の指定が必要な場合はご確認お願いいたします。またお手元に餌が余っていて次回の注文をスキップしたい場合は定期便注文書の備考欄に〇〇月分はスキップなどとご入力お願いいたします。その他ご不明な点がございましたらお気軽に桃太郎ファーム公式 LINE などからお問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございました。